皆さんおはようございます。奥津キッチンです。さあ今日もよろしくお願いいたします。本日のお便りです。私は美味しいプロテインを探しているのですが、以前マツコの知らない世界で紹介されていた癖のあるプロテインが気になっています。奥津キッチンさん、ぜひデビューをしてくださいというお便りです。それでは今日は B レジェンドさんの大癖プロテインをレビューしていきましょう。はい、ということで本日ご紹介するプロテインはこちらです。はい、今日は B レジェンドさんのプロテインを紹介していきたいと思います。で、B レジェンドさんなんですけれども、国内製造の国産の会社になります。で、こちらホームページに書かれておりましたけれども、後発の会社なので上場企業や海外製品には力及びませんと書かれておりました。まあ、なんと潔い会社なのかなと感じました。しかし熱意は負けません。そんな思いを何としても知っていただきたい、広めていきたいということから奇襲作戦に出ましたと書かれておりました。そちらがこのパッケージにも現れているかと思います。で、僕はまんまとこの奇襲作戦にやられたわけなんですけれども、もうね、このパッケージのインパクトすごいですよね。で、パッケージに書かれてる味が全くわからないんですよ。想像が全然つかないんですね。で、一つ一つ紹介していきたいと思います。ドラゴンボールが1番、ストリートファイターが2番で、ケンガンアシュラが3番、筋肉マンが4番で、ワンピースが5番、そして最後に北斗の拳が6番という順番で飲んでいきたいと思います。で、個人の感想にはなるんですけれども、実際に自分が一番飲みやすいものも決めていきたいと思います。それでは作っていきます。僕はいつもこちらのブレンダーを使ってプロテインを作っていくんですけれども、こちらはですね、氷もしっかりと砕けますし、プロテインがダマになりにくいので、これで作った方が美味しいんですけれども、まあ、持ってない方もいらっしゃると思いますので、今日はこちらのシェイカーを使って作っていきます。で、純粋なプロテインの味を実感するために今日は水で作っていきます。はい、まずはこちらドラゴンボールのカメハメハ風味になります。こちらパッケージにはブロリーがですね、書かれているものになります。で、こちら裏面には悟空の必殺技のカメハメハをイメージしたフレーバーを開発いたしましたと書かれております。裏面のパッケージもかっこいいです。ちょっとね、色もブロリーの髪の毛を意識したような色になっていますね。少し緑がかった色になっています。プロテインを入れる順番なんですけれども、まず水を入れてからプロテインを入れることによってダマになりにくくなります。ではシェイクしていきましょう。移していきます。こんな感じの色ですね。なんかシュワシュワしてる感じです。では飲んでみます。あ、これはですね、エナジードリンクのような味がしますね。気の抜けたデカビタっていうような感じの味ですね。でも溶けもすごく良くて、非常に飲みやすいかと思います。こちらですね、裏面見てみますと、僕の知ってる中ではガラナ抽出物。このガラナというものが入っておりますので、まあ、これがエナジードリンク感出してるんですかね。ちょっとわからないですけれども、まあ、なんかデカビタみたいな感じの味がしました。で、続いてこちらストリートファイターの波動拳風味になります。で、こちら裏面には偉大な必殺技波動拳から連想される風味を B レジェンド独自に開発いたしました。これを飲めば You win 間違いなしと書かれております。こちらですね、チュンリーも載っていますし、剣も載っております。非常に僕としては懐かしいですね。めっちゃ青くなりました。まさにね、この波動拳のこの色をイメージしているかと思います。いただきます。これは本当になんかクリーミーで、若干ラムネのような味もして、
なんだろうな、あのスコールのような飲み物あるじゃないですか。あのスコールの味にすごく近いと思います。うん、あ、これ結構飲みやすいですね。少し甘さは感じるかと思います。なんか乳酸飲料水っていうんですかね、なんかあのカルピスとかスコールのような感じのような味ですね。続いてこちら、ケンガンアシュラのケンガンジンジャーエール風味になります。こちらはですね、ジンジャーエール風味と書かれておりますので、味はなんとなく想像つくかなと思います。こちら裏側には、ケンガン試合の闘技者たちの闘技をイメージした生姜の辛さがピリッと効いた味わいのジンジャーエール風味を開発しましたと書かれております。ではこちらはですね、まあ予想通りかなというような色ですね。ではいただきます。うん、あ、これはね、結構ジンジャー強めですね。あのウィルキンソンのジンジャーエール、辛口飲んでるようなぐらいの生姜の辛さ、そのぐらいの辛さを感じますね。結構一気に飲むのはちょっとしんどいかもしれないんですけども、味はめちゃめちゃ美味しいです。結構ジンジャーのジュース、生姜感強めの方がお好きでしたら、こちら非常に、好まれるかと思います。甘さも全然感じませんので、甘いもの苦手な方でもいけるかと思います。続いてこちら、筋肉版ですね。こちらはカジバのクソ力風味になります。こちら裏側には、筋肉マンが窮地に陥った時に発動するカジバのクソ力をイメージしたフレーバーを開発いたしましたと書かれております。よくわかりません。こちら行ってみましょう。わ、めちゃめちゃピンクですね。ベリー系なのかな、これは。はい、こんな感じです。こちらいただきます。うん、アセロラですかね、これは。なんかちょっと酸味があって柑橘系ですかね。結構さっぱりしてて非常に飲みやすいです。でこちら裏の原材料ですね、よく見るとあのグレープフルーツの果汁パウダーというものが入っておりますね。あと柚子の抽出物、こちらがですね、結構柑橘系を醸し出してるんじゃないかなと思います。これも本当にさっぱりしてて、もう甘さもなくすっきりと飲めるかと思います。続いてこちら、ワンピースの悪魔の実風味でございます。でこちらの裏面にはなんと味が書いておりました。気になるフレーバーはカシスオレンジのフレーバーで、高品質なおかつ続けやすい飲みやすさにこだわっておりますと書かれておりました。なのでこちらはですね、カシスオレンジ風味だということが分かりました。これもまた色が違うんでしょうかね。だけど、うわ、めっちゃ紫です。これ悪魔の実だ。うわ、すごい、もう色も再現されてますね。じゃあいただきます。うん、これね、カシスオレンジ味だったのでね、やっぱカシスオレンジの味はしますね。ただカシスオレンジと言われなければ、なんかグレープの味にも感じることはできますね。色味で騙されてるだけかもしれないんですけれども、ブドウの感じもしますね。でもこれ普通に飲みやすいです。全然ジュースで出てきてもおかしくない。ただまあちょっと色味がね、こんな感じですけれども、普通に美味しいです。北斗の拳のアスエの種もみ風味でございます。こちらですね、種もみじゃ種もみじゃと書いておりますけども、全く想像がつきません。でこちら裏側にはですね、ミスミじいさんの種もみをイメージしたフレーバーを開発いたしましたと書かれております。本当に謎です。これも開けた瞬間に匂いが香ってきます。これはなんとなくわかるぞ。この匂いはあれですね、
こんな感じですね。色はちょっと茶色っぽい色味がかった感じになっております。いただきます。うん、あ、甘さ控えめですね。これはで、これも後ろよく見てみますとほうじ茶パウダーが入っております。なのでほうじ茶ラテのような味になりますね。こちらパッケージ開けた時にもほうじ茶の匂いがすごく香ってきたんですけれども、飲んだ後ね、お茶の香りもちょっと香ってきて、いつも飲んでるプロテインの味変にはいいかなと思います。はい、ということで飲んでいきましたけども、一番ですね、個人的に好きなのはこちら筋肉マンカジバのクソ力風味、これが僕は一番好きですね。で、僕はあんまり甘いものは得意じゃないんですけれども、こちらはグレープフルーツ味で、さっぱり飲めましたので、こちらは本当に僕は好きな味でした。で、感触としておすすめなのはこちらですね、明日への種もみ風味。こちらはほうじ茶味なんですけれども、まあ、牛乳と混ざることによって、まあ、より美味しくなるんじゃないかなと思いまして、まあ、ほうじ茶ラテのような感じで、まあ、感触として飲むには最適かなと思います。まあ、味としてはケンガンアシュラのジンジャーエール風味も結構美味しかったと思います。で、このワンピースのフレーバーだけ内容量が 420g で少し小さいんですけれども、まあ、あとは全部 1kg 単位で僕は購入させていただきました。で、1kg で値段が3200円税込みになっておりましたので、他の海外のプロテインブランドと比べてももう遜色ないといいますか、まあ、ほとんど変わらない値段になっております。で、こちらホームページにも書かれていたんですけれども、まあ、フレーバーの種類も豊富で低価格でコスパがいいというふうに書かれておりました。まあ、確かにそうだなというふうに思います。はい、ここでちょっと言い忘れてたんですけれども、今回紹介したプロテインのタンパク質含有量はだいたい約 20g でした。海外製品のプロテインはものにもよるかもしれませんが、だいたい 25g ぐらい入っているものが多いですので、ワンスクープあたりのタンパク質の量は海外のものと比べると少し少ないかなと思います。で、また、スポーツサプリメント業界がひっくり返るほどの衝撃を与えるプロテインになってほしい、で、伝説のプロテインになってほしいということから B レジェンドというふうに名付けられたそうです。まさにね、もう本当に衝撃を与えられていますよね。本当にユーモアがあって面白い会社さんだなと思いますし、これ以外にもフレーバーたくさんありますし、例えばガンダムですとかハローキティちゃん、あとチョッパーの綿飴風味ですとか、ミルキー風味、ミルキーココア味風味、くまモンバージョンの熊本みかん味などもありました。あと今日紹介していなかったんですけれども、北斗の拳ラオウ、我が生涯に一片の食いなし風味、こういったものもありました。非常に面白いですね。まさに伝説のプロテインになっているかと思います。はい、今回は B レジェンドさんのプロテインを紹介させていただきましたが、まあ、これね、全部飲むの非常に大変なんですけれども、しっかりトレーニングして飲んで体を作っていきたいと思います。またこういったプロテインのレビューだけでなくて、いつもはダイエットや体作りのためのレシピや料理の動画を紹介しておりますので、またそちらもご覧いただければ幸いです。この動画が少しでも参考になるなと思っていただいた方は、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは良い一日を。